どうも皆さんこんばんは、アポロでございます。今回はカードショップシミュレーター第14回ということで、前回の続きからねやっていきましょう。いや、もう60日経ったんですね。2ヶ月、はい、2ヶ月経ってだいぶねお店も発展してきました。そしてね、ちょっと昨日の生放送でね、まあ、パック開封配信で、かなりすごいことが起きたんで、まずはこちらをご覧ください。外で雑談しながら開封してます。大葉ね。大葉好きな人いるよな。自分はね、大葉好きじゃない。うん。うわっ！ああ。EX ラッシュ。出ました。2枚目今日。でかい。10万超え。でか。ミノトス。卵の天ぷらね。卵の天ぷらはね、凍らせるんすよね、あれ。卵。作り方が、ちょっと独特なんよな。あ、え、出た、フラートラッシュ出た。安いけど。フラートラッシュ出た。出た。出ました。17万だけど、フラートラッシュ。いやー、よかった。出ました。はい、いきなりね、見せ場をオープニングで持ってきてしまったんですが、昨日の生放送でですね、こちら、ルナイトの、ま、デスティニーのフルアートフラッシュ、当てることができました。いや、今までは普通のフルアートフラッシュだったんですよ。ただこれね、運命シリーズ。デスティニーなんで絵柄が違うんだよね。普通のやつと。どう？基本この裏が光ってるみたいな感じに、さらに、ラメ加工みたいな感じになってるので、まあ、確かにこれ2進化目のテラモンなんでね、価格はね、そんなに高くはないんですけど、いや、めちゃくちゃいい。ルナイト気に入ったわ。ね、いや、めっちゃいい。お気に入りの1枚でございます。はい。まあ、さらに、これはね、配信外なんですけど、なんと、死竜2体目。死竜2体目。このライムね。ね、こいつなんて読むんだかわかんないんだけど、まあ、こいつのね、フルアートラッシュ、だから死竜がね、あと2体で揃うと。揃えたいよね、死竜のフルアートフラッシュ。その辺もね、ちょっと生放送なんかでも狙っていきたいなと思いますんで、はい。まあ、生放送にも遊びに来てください。まあ、結構不定期なんでね、生放送も。やる人やらない日もありますし、まあ、基本毎日やりたいなと思ってるんですけど、うん。まあ、ぜひね、チャンネル登録、そしてグッドボタンも、押していってください。まあ、通知ボタン押しておいていただければね、わかりますので、はい。それらしていただきますと、やる気が出ます。ではね、次の日、ついに61日目、やっていきましょう。まあ、前回正直そんなにね、なんだろうな、目立った取れ高みたいなところはなかったので、うん。今回は店をもうもっと発展させたいよね。で、まあ、売り場も、だいぶ今回充実してます。100万円分ぐらい、パック引いて挑みますんで、まあ、EX フラッシュですね。こちらの方がですね、6枚、並んでまして、あとはまあ、ゴールドのフラッシュとかですね、並べておりますので、まあ、最高売上120万ですね。そこを、超えることをまず目標に、やっていきましょうか。はい。キャッシュ君、よろしくね。あ、でね、生放送の、アーカイブありますかっていう風に聞かれることがあるんですけど、基本自分アーカイブは残してないです。メンバーさん限定のアーカイブにしちゃうので、はい。まあ、その辺はね、ご理解いただけたらなというところで、さあ、コール君もやってきた。さあ、行くぞ、コール君。棚を補充してくれ。さあ、じゃあ回転します。よろしくお願いします。まあ、売り場な、そう、ここね、今まで作業台あったんですけど、いや、さすがにバックヤードに作業台はさ、置いた方がいいかな、というところでバックヤードに置きました。あー、なんかなー。だったらここにさ、もう一個、キャビネット。小さなキャビネット。これ買って、またオリパをね、なんか違う種類のオリパを、置こうよ。有効活用しよう。
この場所をね有効活用する。おっとっとっと、くそ。まあだったらくっつけたいかな。なんかくっつかねえ、ちゃんと置けねえ。ここか。おーい、変わる。はい、でこうですね。あー、ちょっと気持ち悪いかな。なんかくっつきすぎててちょっと気持ち悪いな。まあ、ちょい離していいか。はい、で店の広さも広げていきたいなっていうのは思ってます。でここにですね、どれだっけ、ちょっと似たようで分かんないですけど、これか、これが、ベース、これデスティニーですね。わかる、コール君、ちょっと間違えないでね。デスティニーちょっと高いからさ、間違えちゃいそうだよね、あれ。おとおとと、ダメです、ダメです。はい、これデスティニー、いいね。せっかくなんでやっぱ2つ置きたいですよね。あー、まあなー、1800円でいいかなー。1700、まあ1700でいいですわ。こっちもね、1000円でいい。やっぱこれは結局余り物なんで、余り物をね、そんな高くお客様に提供するってよりかは、どんどん買っていただいて、やっぱ回した方がさ、いいじゃん。そう思うので、まあちょっと求めやすい価格で提供いたします。OK。でさ、これなんかさ、カゴじゃないよな、このファイルは。あんまりファイルをカゴに置くことってないよね。ちょっとその辺違うかなって思うよな。カゴじゃねえなって。しっくり来ないんだよね、置き場が。わかる？なんか気持ち悪くない？なので、ここも、ちょっと変えたいなと思います。ちょっとカゴ気持ち悪い。どう、売れてる？シングルはあんまり売れてないか。カゴ変えましょう。何がいいかね、棚。もうちょいピタってくっつかないかな、これ。そうそうそう。ああ、いいじゃん。なんならこれでもいいけどね。小さなキャビネットをもう一個ここにくっつけるっていうのでも良さげな気がしない？で、カゴはさ、なんかこのレジの横に、よくさ、コンビニとかでレジの横に、なんか売ってるじゃん。まんじゅうとかさ、そんな感じで、ここで、なんか買ってってもらうみたいな、そういう立ち位置にしようかな。ちょっと待ってね。それかシンプルに棚に置くとかね。広げてここら辺の棚に、あのファイルを置くっていうのも、まあ全然ありですけど。いや、まあキャビネット買ってみるか。この辺はね、やっぱ試行錯誤を重ねながら、いい店を作っていきたい。まあ安いしね、これ。ちょっと失敗しても、そんな痛くないというかね。キャビネット一旦ちょっとこっちにずらしますね。ずらして、こういう時にですね、この空いた段ボールですね。これが楽なんですよね。移動するときにね。あ、6個置ける。え、6個置けるじゃん。え、じゃあ絶対こっちの方がいいじゃん。6冊置ける。え、めっちゃいいじゃん。めっちゃいい、めっちゃいい。いや、まあやっぱね、その、カゴは、例えばスリーブとかですね。なんかスリーブとかそういうさ、アクセサリー系な気がしない？ね。そんな気がするよね。なんかさ、レジにぴったりつけたいよな。ちょっと、こことかに、
この並んでる時に、あーこれもあるんだって言って取る感じでいく。ちょっと邪魔な感じはあるな、でも正直だったら横にくっつけた方がいいか。横にくっつけて、横にくっつけて、横にくっつけて、そろそろさ、新しいぬいぐるみとかもやってみる？フィギュア。ルナイト当たったからルナイトやってみる？ルナイト。なんか視聴者さんがなんか言ってたんよな。ルナイトだっけ？ルナイトか、ノクティか、ミスターか。なんかがね、すごい利益率いいですよ、みたいに言ってたんだよな。ルナイト買ってみる？ルナイト、ちょっと、ライセンスクソ高かったな。25万だったね。おー、いいね。まあ、せっかくあれが当たったんでね。フルアート当たったんで。あー、利益率高いわ。50% 超えてるやん。え？いや、確かに高い。確かに高いな。5200円かな。5200円。5200円で売ってだいぶ利益出るからね。しかもこれぬいぐるみじゃないんだね。フィギュアなんだ。いいな、これ。普通に欲しい。いや、欲しくない？ちょっと高いけど。いや、実際こんな高いのあったら買わないけどさ。いいよね、デザイン。ルナイト。ルナイトフルアート記念で。アポロルナイトフルアート記念で並べます。やっぱ主張が弱いな、そこだと。ちょっと主張が弱い。主張が弱いなー。ちょっと待ってね。店入ってすぐルナイトとか。どう？いやね、やっぱその辺のレイアウトはね、自分は綺麗にしたいんですよ。あ、いいじゃん、これ。店入って、あ、ルナイトあるや。ね、カゴに入れて、お買い物に行く。あ、いいね。いいじゃん。ここのルナイトいいじゃん。じゃ後々このフルアートフラッシュのね、棚もでかくしたいね。ルナイト記念ですよって言って。これ買えばルナイト当たりますよって言ってね。売っていく。わっ！売れてる！あ、違うわ、これ。こっちじゃないわ。EX フラッシュが売れたと思ったけど、違いました。勘違いでした。まあ、ルナイト発注しておくか。あとはね、この、でかい棚。でかい棚もう一個買おうかなと思ってるんですよね。大きな倉庫の棚。買います。足りないわ。2個じゃ。2個じゃ足りない。3つ置きたい。そうなってくると、これをちょっとずらしたいね。でもちょっとこっちにもね、レジとか置きたいんよな。将来的に。レジとか置いて、まあ、レジ置いたり、デュエルスペースにしたりもしたいんですよね。じゃあアクセサリー系にするか、こっちは。アクセサリー系。この二つはカード。この二スペースはもうカードスペースということで。だからさっきのルナイト。ルナイトぬいぐるみ。いや、5個はちょっと頼みすぎか。4個かな。いや、これ利益率すごいわ。これかな。なんか生放送で視聴者さん言ってたんよな。なんかのぬいぐるみが高いですよみたいな。おすすめですよみたいに言ってたんだよね。忘れちゃった。まあ、フルアート当てたということで。はい、これでいきましょう。で、これもこっち。で、これは下。これは下。これは下。
あとはこの辺ベーシックカードボックス買って、まあパック開封なんかもねしながら行きたいですけどね。いやなんかあんまり売り上げ今日良くないなっていうか、うん、やっぱ主力商品が全然売れてないので、シングルがね思ったより売れてない、悲しい。まあ確かに高いんだけど、なかなかいいなと思ってもさ、一歩引くようなね値段なんですけれども、それでも自分は自信を持って提供したい。この辺価格大丈夫？うわー価格上がってるわ。ハイドロイドめちゃくちゃ上がってる。価格高騰。 EX レアがね結構価格上がってんすよね。でまあ他の EX レア上がる代わりに他がちょっと下がるんですけど、その上がり幅に対して下がり幅は言うてなんすよね。そこまで下がってないので、まあこれは嬉しいよね。 EX も割と出るからさ。うん、ああ失礼、そのスリーブがなくなってますね。スリーブ、キャラクタースリーブ、まあスリーブ他のライセンスもあんだよな。ここも2つぐらい発注しといて倉庫入れとくか。うん、いや倉庫も充実してきていいね。すごくいいんじゃない？かなりいい感じになってきた気がする。まあ、これは自分が並べるわ。でね、プレイマット自分、ドラコンのプレイマットがあったんですよ。それのライセンス買って置きたいなと思うんだよね。まあだから、この中だとドリルセロスかな。ドリルセロスを変えたいですかね。あ、そうだな。デスティニー、テラモンデスティニーですね。これのオリパを作っておこう。はい、あ、でもそろそろ退勤時間だね。お疲れ。お疲れ様。さあ、ちょっと店の様子を見て。まあ、発注とかしたから、まあ、普通ぐらいかな。まあ、明日に期待って感じですね。その、EX レアが、EX フラッシュが売れるのに、期待って感じ。でそろそろ多分家賃の請求とかが来るので、いやー初日で昨日の売り上げをね超えたいなと思ってたんだけど、うーん、なかなかまあうまくはいかんな。やっぱプラス 30% で売ってるんで、そんなに変われないというか、なかなかやっぱ一歩引くもんね。デッキも新しいの確かね売れるようになってたんだよな。はい、そろそろ閉めます。ぜひノクティどう？ノクティじゃないわ、ルナイト。でこのルナイトが進化してこいつになるから、ドラクニックスにめちゃくちゃかっこよくなるよね。いやだからいいんだよね、ノクティ、ルナイトってきてね。で、三神仮面になって。すごいいい進化のこの道を辿ってる。はい、じゃあ、今日は閉めます。ちょっとお客様の数が減ってますかね。86万かなんだかんだ。いや、高いじゃん。うん。割と行ってるじゃん。あ、そう。思ってるより行ってましたね。あ、全然いい、全然いい。そんだけ行ってれば。あ、で、請求書来てる。請求書来てるのはもうね、すぐ貼れます。こういうのね、すぐ払った方がいいんだよ。うん。いつの間にか忘れちゃうから、こういうのって。で、アクセサリー、デッキケースですね。デッキケースを買っておきます。このさ、これ。プレイマットドラコンとあと、あ、これこれ。プレイマット支流。絶対売れるでしょ。支流のプレイマットだよ。ね。30万だけど、ライセンス。いや、これ、ちょっと店に置きたいなと思ってんすよね。どう？支流。いいと思わない？支流好きなんだよね、デザインも。
置きたいんですよね。だから置きたい。よし、ガンガン並べていきます。並べていて、でオリパを作ってっていうね、その流れ。まあそのうち買ってくれるだろう。気長に待ちましょう。どう？ルナイト戦略はあんまうまくいってないかな。ちょっと発注しすぎたかな。あんまり出てなかったからな。発注しすぎたかなってなっちゃうよね。はい。まあ確かにお客さんのところでこのね、オリパを作るっていうのはあんましない、ないですもんね。裏で作れるのが一番いいな。この空間落ち着くんよ。本当に落ち着く。バックヤード落ち着く。すごくいい。ここでパック向いてたり、まあなんか発注してたり作業してる時間がね、心が安らぐというか、いいですね。はい、バルク。バルクカードバンドル。さあ、これで、どこでしたっけ？わかんなくなってる。ここか。ここで、もう一個か。うん。ちょっと作りすぎて、よくわかんなくなっちゃってますね。売れてない。まあ、定期的に自分はだから、シングルの売れ行きを見に来るっていう。シングル売れ行き見に来るおじさんですね。まあそれをしていけばいいかな。悪くない価格です。悪くないだろ。結構ね、この陸戦デッキ売れてたんだよな、まあ、火災戦デッキも買っとくけど160万。今、いや店広げるか。ちょ、広げよう。いつかレジもね、2台にしたいね。さすがにキャッシュ君1人でさ、まあ、キャッシュ君はすげえできる人間だけど、ねえ、ちょっと辛そうな感じも時々見受けられるので、レジ2台にしてもっと回転率を良くしたいね。パパパパパってお客さん、やっぱ、お客さん多分出て行ったらまた新しい人入ってくるみたいなさ、そういう感じだとも思うので。いや、いいね。倉庫、なんか倉庫充実していいね。めっちゃいいじゃん。うん。で、これはまあ売れてる。ちょっと売れてる。ルナイト売れてない。ルナイト売れてないな。この辺のがいいかな。ね。魅力的ですね、と。なんかずっとそこにいない？コール君。ずっとここでやってない？なんか。ねえ。わっ！一つ売れた。誰だ買ってくれたのは。後ろの人かな？ EX フラッシュ売れてる。この方か。この方だ！ドラクニックスの EX フラッシュ。お買い上げありがとうございます！ありがとうございます。高額カードをね。カードショップゼウスのポイントカード、ポイント貯まりますので、ぜひガンガン買っていってください。まあ、常にやっぱね、この品揃えはいい感じで皆さんにね、商品をお届けしたいので、うん、切らすことなく置き続けますよ、自分は。ルナイトがね、あんまり買われない。あんまり人気がない。自分何しようとしてたか、何しようとしたっけ。やること多くなりすぎると何しようとしてるか分かんなくなっちゃうんだよね。まあいいわ、コルクの手伝いするわ。はい、コルクの手伝いしながら、あとは、いやー、まあ広げるか。広げます。店を広げます。
はい、だからこれ11段階目23万円そして25万円、さあここでこことかにさ、いやでも売り場広げるか、これを片面棚じゃなくて両面棚にするとか、まあ後ろに、とりあえず後ろにね、なんかあの倉庫の棚を置くっていうのもありかなと思うんだよね、この辺に。でいちいちさ倉庫に戻ってコール君持ってここまで来るの大変じゃん。だからこの辺に仕掛けとくっていうのも一つ手かなっていうふうに思ってんですよね。ありじゃない、それも。もうちょいね、気持ちもうちょいこっちがいいかな。うん、見た目が通路的にね。でこれはもうちょい店のやっぱ店のこのさ広さを最大限にうまく使っておいていきたい。ピタってくるとこがあるんだよ。うん、ああここにいいスペースできたね。ここいいね。これ何置こうかな。うん、あれもう一枚売れてるじゃん、この方。いやもうすでに売れたか。ありがとうございます、ありがとうございます。そしてレアカードパック、レアカードパック、そしてエピックカードパックを発注しておく、置いて棚だね。棚。結構、まあこっちの方とかはな、自分用だからね、もう。これいいな。大きなカードディスプレイラック、これに飾りたいな。広い棚買ってみようか。これね、置けるんですよね。商品を棚に並べて顧客に販売します。最大12種類のアイテムを保存できますって。12種類だからね。ちょっとどれぐらい広いかわかんないけどさ。いやでも12種類だとここより広いか。さすがに。広そうだよな。まあ、どんなもんか。どんなもんでしょう。うん。あ、いいじゃん。いい。ちょうどいいんじゃない?ぴったりじゃない?これは。ぴったりだが、いや、壁に、ぴったりつけるタイプじゃないな、これ。こうか。なんか、ぬいぐるみとか売るようだよね。テレビ台みたいな感じだな。テレビの棚みたいな。ぬいぐるみとかをここに並べる?それもありだね。うわっ !EX ラッシュが。こんなに売れてます、ありがとうございます、ありがとうございます。あと1枚だね、残り。ここに何を並べるか。いやちょっとルナイトぬいぐるみを並べてみるか。フィギュア見栄えはこっちの方が良さそうだよな。これいいんじゃない。なんかここよりあっちの方がいいかもしんない。正直ね、これ良くない。この売り方なんかいい気がするな。フィギュアすごくいいじゃん、この広い棚めっちゃ合うな。そしたらフィギュアのさライセンス解放しよう。お金割と余ってるからね。フィギュア。メガナイト。デシーマイトね。ナノマイト、デシーマイト。ナノマイト、デシーマイト解放して、とりあえず11で。ノクティも。ノクティもちょっと買ってみよう。
この辺をその進化順に並べるっていうさ、粋な感じでやりたいね。進化前と進化後みたいな。どう？かわいいね。よくない？うん。4100円。あ、いいじゃん。めっちゃよくない？あ、女の人！おお、ごっそり！行くね。やっぱね、見た目よ。見た目重要だから。こういうのって。センス出るから。こういうとこに。え、ちっちゃ。え、なんかこいつちっちゃ。ノクティ結構でかかったけど、こいつちっちゃ。マイナス 10% でかい数。うん。はい。で、デシマイト。進化前、進化後の。いいね。いいね。市場価格。より、ちょっと安く売ります。あー、いい。すごくいい売り場になってきた気がする。これいい。めっちゃいいかも。我ながら。よくない？すごくいいと思うんだけど。ねえ。あ、スリーブがなくなっちゃってるね。スリーブ？スリーブやっぱね、出るんでね。相当出ます。売れ行き商品。ちょっとでもな、商品増やしたら、これね、新しい問題もやっぱ出てくると思うんですよね。いろいろと。あ、違う違う。まあ、並べる。陳列が大変になるとかさ、そういう問題も出てくると思うんで、その辺はね、まあ、うまく対処していきたいなっていう感じですけども。あ、いいな。いや、これいいな、これ。これいいな。ぬいぐるみフィギュア売り場。うん。売れてるね。やっぱ人気なんだな。ルナイト。デザインいいもんね。ルナイト。めっちゃ良くない？いや、これ充実させたいな。いや、どうしよう、これフィギュア。ルナイトって来て、今度バンピカント。うわ、ドラクニックス75レベ？え、やば。え、やば。売れなそうだよな、でもこのさ。インファ。あ、待って、メガナイトがあるじゃん。メガナイト高いな。高いし、なんか 2個しかないんだけど。めちゃくちゃでかいってことか、メガナイト。バンピカントも並べたいけど。この可愛い感じがなんか、どうなっちゃうかなっていう。正直そこはある。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、そして、700円、ありがとうございます。ちょっとね、ちょっとカードを並べます。あの、カードね、コメントでもいただいてたんですけど、ファイルから取ってですね、8枚まで取れるんで、とりあえず取って、こうやってあの、ガンガン置いていくのが一番、いちいち開くよりもこっちの方が早く並べられるんで、まあぜひね、やってみてください。ああ、価値がね、これだいぶ変わってますね。まあ、20% 上げて売ってもいいかな。いや、こういうとこだよ。コール君、こういうとこ。こういうとこよ。ちゃんとそれ片付けてって言ったじゃん。ダメだって。仕事、綺麗な仕事ができない人は、ね、いつになっても仕事ができないから、そういうとこしっかりやろう。お客さんも見てるからね。あ、いいね。ありがとうございます。さあ、1200円。うん。いや、なんかね、商品のラインナップも増えてきて、嬉しい。幸せ。ははは。店も広がって。い
や、我ながらレイアウトいいよな、店の。いいと思わない？いや、でもこれとこれ逆がいいな。逆がいいな。逆のが良くない？カード売り場と。いや、逆のが絶対いいと思う。この並べてる時もね、楽しいですから、このゲーム。まあ、ちょっとさ、やっぱ背が低いんで、この高い棚にね、いや、どうせみんなね、パックは買うんだよ。どこに置いとこうが。だから隠れちゃうんで、この棚に。それ良くないなっていう、並べる方法としてね。隠れないところに、やっぱお客さんからね、見えるところに、ちゃんと置いておくと。OK。いや、いいんじゃない？ああ、いいじゃん。ああ、いいけど、ちょっと寂しいな、そこ。やっぱこのスペースが寂しいなって感じですね。ここにまた、片面棚置くか。寂しいね。ちょっと待ってね、今自分で歩いてどういう感想を持つかっていうのをね、ちゃんと考えてるから。はい、この辺並べていきます。で、今ルナイトフェアやってるからね、ルナイトフェア中なので第2弾も売れておりますよと。ちょっと、もうちょいこっちにずらそうかな。まだね、店は正直でかくできます。あとね、2列分ぐらいでかくできるんで、まあ、その都度、こうやって移動してね、やっていけたらなって感じですね。OK。とりあえず次の日行きましょう。いや、不満15か。え？待って。収益。売上180万。アップグレードコストすごい、まあ、すげえアップグレードしたんで、ちょっと忘れてたけど、180万いきました。いやー、記録更新。もうちょっとで200万いっちゃう。いやー、すごかったよ、売り上げ。キャッシュくん。キャッシュくんとコールくんのね、頑張りのおかげで、すごい売り上げになったよ。ありがとう。すごっ。なんか全然、夢中でさ、あの、ぬいぐるみの並べ方が良かったっていうのが夢中で、気づいてなかったけど、いいね。いいやん。この辺ね、並べて。並べていく。ボックスにアイテムが入ってない。はい。結構これいいね。場所と、その、お金の、ね。なんていうの？一個でかくてさ、単価も高いんでね。利益率もいいので、悪くないなっていう。ここの下に進化系置きたいよな。デシーマイトちょっと置いてみる。売れてる。売れてる。デシーマイトじゃないわ。デシーマイトだっけ。だからあそこ進化でね、進化の通りにね、置きたいんだよね、本当は。でもまだ解放できないから、そこはもう
しゃあない。ちょっとこのバルクボックス作ったら新しく開放しようかな。すごい良くない？ちょ、みんな評価してくれ、これ。コメント欄で、どんな感想か教えてくれ。勝手に満足してる、自分は。めちゃくちゃ満足してる。いい売り場やな、つって。我ながら。さあ、どんどんね、作っていきましょう。いや、かなりね、ほんと100万円分ぐらい剥くとさすがにいっぱい溜まるんでね、パックも。で、次の新しいパックが開放されるのがショップレベル47なんですよ。いや、だからまだね、ちょっと遠いんですがね、47に向けてパックを開封しながら、一番やっぱ効率いいのはパックを開封しながら店を営業するっていうのがね、このレベル上げに一番効率がいいので、早く上げたい方はそうしてください。わー、売れてる売れてる。いいね。ちょっとノクティもじゃあ、ノクティも買おうか。ノクティ買って、高いですけど、メガナイト。メガナイトをね、メガナイトを2つ注文して。最初のこの、レイアウトは私に任せてください。2個だからな、でかいでかいでかい、利益率も高い。ああいいねいいねいいね。いや、下の段メガナイトだな、これは。2個しか入ってねえんだよこれ。ここにメガナイト8体。ああ、いい。すごくいい。ちょっとこっちはね、バンピーちゃんがまだ、ね、解放できないので、しゃあないんで、もうノクティとルナイト。この進化の順番で、まあ、埋める。個人的になんか豚の方は、ピグニーはね、あんま売れなかった。イメージがあるのでピグニーは買いません。はい、ピグニーはクビです。そしたら、いや、いいんじゃない、本当にいいよ。バンピ関東50レベルなんだよな。いや、だからもう完成す、マックスまで完成。あ、待って、ボンフィオクスとかも可愛いな。それもありだね。だってこれちょっと嫌じゃない？ピグニーは可愛いけど、バーピックとさ、インフアホックをちょっと並べるんだったら、ね、ナノマイト、デシーマイト、メガナイト並べておいた方が良くない？いいと思う？こっちの方が。どう？どう？どうですか？いや、センスいいと思うんだけど。この陳列のセンス。はい。ああ、いいじゃん。かっこいい売り場。かっこいい売り場になってるね。いいね。あ、この棚良かったな、買って。良かった、良かった。ちょっと店にルナイトが多い気がしますが、まあ、まあいいでしょう。ね、フルアートフラッシュ当たった記念です、これは。記念に。記念にいっぱい注文してる。記念。そんなもんよ。デシーマイトとかもちょっと在庫置いとこう。在庫置いとかないとやっぱ、コール君置いてくれないんで。ぬいぐるみゾーン。いいね。よし。で、デシーマイトはここに。置いておきましょう。まあ倉庫の棚もこれじゃ足りないよな、正直。まだまだ緑のさ、ボックス売れてない？売れてる？これちょっとなくしたいね。なくしたいっていうか、箱が欲しい。で、ノクティを
ノクティをこっちに持ってきて、はい、こうしておきましょう。今足りないのはなんだ。いや、なんかデスティニーのね、デスティニーのオリパがすごい売れてる。やっぱみんな光ってる。ちょっと高いけど、デスティニー選ぶんだね。デスティニーオリパ。よしよしよし。だったら作ろうじゃないですかと。いくらでも作りますよとね、いうことで。いや、なんかね、みんなからゴーストのね、フラッシュ、何のパックで当たりましたかっていうコメントを募集したんですけど、やっぱりね、バラバラなんで、特に何だったら、うわ、なくなっちゃったもん。何だったら当たりやすいっていうのはなさそう。結構バラバラだった。いや、またこれ向かないとな。いや、あるわ、全然。余裕だった。余裕でありました。はい。あとスプレーね。クレンザー。クレンザーが意外とね、意外と売れるんだぞ、これが。これがまたな。はい、補充しっかりして。補充して、そして捨てて、まあいいか、ここに置いとこう。いいね、倉庫。ちょっと分かりにくくなってきたけど、どこに何があるかが分かりにくくなってきたけど、まあまあまあいいんじゃないですか。で、壮大なカードボックスが結構売れてますんで、こちら発注して、あとはベーシックカードボックスを発注してと。OK。一応、配送料の関係で、このね、8ボックス入ってる方が、まあ配送料がさ、やっぱまとめて買うより安いんですよ。めちゃくちゃ、まあライセンス料とかね、あるんですけど、ずっとずっと積み重ねて、めちゃくちゃこれを買っていくと、将来的には、まあ、こっちの方がお得になると。配送料分ね。まあ、そういう計算もあるし、まあ、並べるときとかですね、だいぶ楽っていうのもあるので、自分はライセンス解放しちゃいました。はい、でかい箱。在庫注文じゃない。高額カードがだいぶなくなってきちゃったな。いや、まだあるか。シルバーとかね。売れてないの、これ。ウィスポ。ウィスポなんで売れてないん？ウィスポこれ、かなりいいと思うんだけど。まあでも、かなりいいと思うんだけどって言っても、それは自分の主観ですからね。はい。皆さんはどう思うかわからない。ウィスポ、ノクティ。この辺いいと思うんだよな。デスティニーのレアなんて出回ってないですよ。この世界で。なかなか出回ってないんで、ぜひね、買ってって。まあ、EX フラッシュであんだけ高く売ったんで、この辺はね、割とお安めっていうか、まあ、プラス 10% ぐらいで、提供させていただきます。はい。いやー、いい。いいです。で、ついに支流をさ、売ろうよ。支流プレイマット。これ60ドルかかるって言われてた。なんか高いなと思ったんか。支流プレイマット。これ絶対売れるっしょ。自分だったら買っちゃう。プレイマット支流。みんなだって伝説のポケモンとか好きだもんね。売れるっしょ。売れるっしょっつって。おお、なんか色が、おお、なんかかっこいいな。市場価格、まあちょっと安くします。
2500円。まあ2500円か。うん。まあでもプレイマットそんなもんだよね。この辺は市場価格より安く提供しております。カードショップゼウス、どうぞよろしくお願いします。はい、ね、いや意外と今日仕事あるな。いや、やっぱ新しいな、新しい人必要か。パックが向けないっていうね。で、そうだそうだ、デシーマイ、フィギュアのその一番下にメガナイト置いてたじゃん。その下になんか置きたいよね。ボンフィオクス置こうかな。うん。まあ解放してるからピグニーでいいかも。いや、でもそれ妥協だよな。甘え。だったらもうメガナイトいっぱい置いちゃうか。だったら。うん。だったらメガナイトいっぱい置きますよ。ここに。またメガナイト一列。うん。場所取るしな。このいいな。これいいな。この売り場。いい売り場だよ。いや、ちょっと待って、カードめちゃくちゃ売れてんだけど。この数時間で何があった？そんな売れる？でもあんま売れてないな、ギガナイトが。ちょっとこっちのさ、やっぱ、ルナイトとかノクティは結構なくなってるけど、この、こいつら人気ないのかな、あんまり。もしかして。こんなに発注したのに。うん。まあ、売れるでしょ。売れなかったら自腹で自分が買い取ります。はい。自腹で買い取る。大丈夫。責任はやっぱ自分にあるので、すべて。任せろ。ちょっと待って。ドラコン、それは、お得すぎん？さすがに、さすがに安すぎる。はい。もう閉店時間なので、皆さん、ね。何か買って帰ってください。はい、ありがとうございました。ぬいぐるみ買おうとしてる、あの方。ぬいぐるみ一人で大量に買ってくれとかないかな。おお、3つ買うんだ。いいね、いいじゃん。ぬいぐるみ確かに利益率いいな。うん、でもね、やっぱぬいぐるみだけとかじゃなくて、ちゃんとカードショップやりたいから、まあ、なんかぬいぐるみだけがいいですよってコメントがね、ちょいちょいあったんだよ。あったんだけど、でも、自分はちゃんとカードショップやりたい。カードも売りたいし、いろいろ売りたい。そこは、よろしくお願いします。はい。さあ、お客様が増えました。ただ、不満も増えております。売り上げが97万円ですね。アップグレードコストが80万。まあ、これはギガナイトかな。ギガナイト代が結構かかっちゃったので、その辺で取られてるかなっていう感じですね。うん。まあ、パックは定期的にね、補充すりゃいいよね。はいはいはい。この辺ね。定期的にこんな感じで補充してきゃいいかな。まあ伝説はもうさ、新パックじゃないんで、そろそろ伝説特化コーナーの、伝説特化コーナーはやめようかなって思ってます。特化売り場、あれあんまり売れてない、あんまり売れてないじゃんこれ。そうしたら、
さあ、店開けていきましょう。はい、いらっしゃいませ。そう、これが結構売れてたんでね、さっき。買ってるお客さんがたくさんいらっしゃったんで、並べていく。よし。店も広くなったし、この、いやー、これお気に入りですね。お気に入りの売り場もできたし。いい。支流の後プレイマットが売れるかだな。注目商品、目玉の新商品、売れるでしょうか。まあこれ自分で剥くか、自分で剥くか、バックヤードに、まあ、適当にボンって置いときましょう。なくなったらまあ補充してもらってっていう。いやー、この辺からパック剥いてきます。そろそろやっぱ新しく高いカードを並べていきたいというね、まあそんなところもありますんで。ああ、水のデッキがね、そこの辺ね、在庫は切らせたくないんだ自分は。ちゃんと満杯で。あれないんですかっていう状況をなるべく作りたくない。よし。で、サイコロなんかも、で、スリーブもありますね。オッケーオッケー。あるかな。あ、売れてる売れてる。売れてるね。6本も売れてる、もう。あ、いいじゃん。やっぱみんな好きだよな。そりゃね。そりゃ好きだよな。で、伝説の支流だもん。さあ行きましょう。フルアートフラッシュを目指して。本当にこのデスティニーのフルアートフラッシュは、かっこいいんでね。当てていきたい。来い、来い。運命のフルアート、運命のレアパックです、これが。まあ、次が、エピックですね。運命のエピック。まあ、壮大な運命パックってなったかもしれない。40レベルで。いや、遠いな。いや、あとちょっとじゃんって。あと3レベルじゃんと思うかもしれないですけど。いや、まあね。本当に、本当にここに関しては、遠いです。まあ、特にね、パック開封だけ、パック開封だけで、そこまでたどり着こうとすると、結構苦しいというか、なかなかずっと向き続けないといけないので、ノクティのぬいぐるみがなくなってますね。ノクティ発注しとくか。ノクティやっぱ売れてるね。てか、ルナイト売れてないやん。え、ルナイト売れてないんだけど。ルナイト、そう?空箱。ノクティ発注かけとくか。安いしな、これ。ノクティ。ノクティ!いやでもね、コール君も頑張ってくれてますよ。無言でね。無言でひたすら、パックを陳列してくれてる。いや、頑張ってくれてるよ。在庫注文。あのね、下に、これこれ、河川運命デッキっていうのがあるんだよね。これ開放できるんだけど、ちょっとどうしようかなって感じ。今解放するか、それとも待つか。まあ他のデッキもさ、解放できるようになったらでいいよな。なんなら今デッキの置き場ないしね。ちょっとバックヤードが汚くなってるんですが、まあここはいいです。はい。
さあ、向いていきましょう。行きましょう。確かにまだね、伝説パックの方が価値は高いです。うわ、いいね、でもフロスティ。2万いくんだ。いいじゃん。基本はね、伝説の方が価値高いんですけど、今みたいに、まあ、全然ゴールドレアとか、ゴールドフラッシュとか、その上の EX フラッシュとかはですね、まあ、全然伝説遜色ない、価値はつくので、うん。まあ、あとはやっぱ、オリパだね。オリパ用にガンガン向きたいなっていうところがあるんでね。ここはね、もうガンガン向いていきたい。行きましょう。結構ね、商品によって利益率が違うので、やっぱこれ1個売れただけで、ねえ、その半分入ってくるみたいな、全部利益になるみたいなさ、そういうやつもあるしね。まあでもな、まあどんな商品も需要はあるからな。なるべく品揃えは多くしたいよね。そこは。ポケモンカードとかで言うと、ポケモンセンターって本当に何でもあるじゃないですか。カードも、スリーブも、ね、ぬいぐるみも。まあ、シングルは売ってないですけど、だから、進化版ポケモンセンターみたいな、なんだ、何今。すごいチリチリ。コール君かな今のチリチリの髪の毛は。画面が一回チリチリってなったね。ポケモンセンターとかよく行ってたな。ポケカ買ってた時。並んでたもん。ほんと。めちゃくちゃ朝早くから。朝、もう始発で行って、東京駅のポケモンセンターとか、池袋のポケモンセンターに行ってましたね。ムジョルさんと一緒に。懐かしい。コロナの前にね。全然ポケモンカードが買えなかったんで、行ってたなぁ。ノクティ売れてるな。ルナイト売れてない。ルナイト市場価格マイナス 20% とかだとどうなんだろう。まあ、4600円でもまあ利益出んだよね。正直。ね、この辺まあぬいぐるみシリーズはマイナス 20% ぐらいにしようかな。ちょっとこれは安いですけど。ただやっぱこのね、ナノマイトを買ったらやっぱさ、デシー、ギガって買いたくなるじゃん。そうでしょ?みんな。大体そうじゃん。やっぱ揃えたくなるじゃん。いいんだよ、だから。そういうシステムで回ってるんでね。だからこの進化順でちゃんと並べてるんで。あ、いいなって。あ、これもいいじゃんって。いや、ギガもいいじゃんって。ね。あ、売れてる、支流。また、支流めちゃくちゃ、売り上げいいかもしれん。嬉しい。支流のこの、プレイマットが売れてるのが、嬉しい。成功ですね、これは。ドリルセロスがね、本当にかっこよくて、最初。ドリルセロスを売り出した時に全く売れなかったのをね、思い出すと嬉しいですね、これは。アポロの目利きが良かったということになりますんでね。いや、これ売れるだろうと。お客様のニーズと合ってたということになるので、いや、嬉しいですよ。スリーブがないか、これ。
いや、倉庫にあったはずなんだよな、スリーブ。うん。ただ、コルクが並べてないだけですね。はい、並べまーす。スリーブは切らしちゃいけない。やっぱり。カードゲーマーの必須。もう一番、重要なね、アイテムになりますんで、まあ、これは切らしちゃいけない。口酸っぱく言ってるんですけどね、コールくんにも。スリーブはもう、常に並べろよと。ただ、ただ並べてくれない。さあ、これも、意外とコレクションブックもね、売れてんだよな。その空になってないんですけど、一つさ6冊入れられるじゃん、コレクションブックだからね。相当売れてんだよね、実は。実は売れてる。売れ行き商品。うん、主力商品ですね、うちの主力商品コレクションブックってなんかどうなのかって思うけど、はい、うちではこうやって時々ね、バックヤードの精霊が出てきます。パック向きの精霊。うん店の裏からですね、デュエルスペースを眺めてくるパック開封の精霊が出てくるので、これはカードショップゼウス名物なんでね、見たい方は見に来てください。はい、パックを向きながら見守るね、おじさんが出てきますよと。うん。いやでも、デュエルスペース苦手っていいね。ちゃんと埋まってるもんな。なんだかんだ。EX。EX の価値がね、このパック低いんですよね。EX フラッシュまでいかないと、いまいち高くないな。うん、シングルは今日あんま売れてないかな。あんまり売れていない。あんまり売れていなくて。いや、やっぱさ、このプレイしたお客さんも6000円とかね、プレイ代6000円とか落としてたんで、まあだいぶいいよね。デッキボックス、そしてナノマイトかな。ナノマイト注文しとこうか。ちょっとなくなってたね、ナノマイト。そんないっぱいじゃなくていいわ。いや、なんか3つ、うん、オリパが多すぎるっていうのはあるかな。ちょ、こっちにオリパゾーンがね、めちゃくちゃ多すぎるっていうのがあるかな。はい、わあ、閉店時間でもにぎわってるわ。うん、嬉しい。まあ最後に発注かけたりして、ここちょっとね、買ってほしいな。早く買ってほしい、ここどっちを発注するか次に決めたいなっていうね、思うので。はい、じゃあそろそろね、閉めます。いやでも業績はだいぶいいんじゃない。結構アップデートしたけど、コンスタントにね、お金は稼げてますんで、いろんなライセンス買ったから、今日は。いろんなライセンス買いつつ、この、まあ大体さ、前回と同じぐらいの、ね、お金を維持してるので、まああとは家賃の支払いとかもあったんでね、そういうのもありつつっていうのは、かなり大きいですよね。正直。うん。いや、でかいよ。でかいでかい。さあ、もうお客様はいらっしゃらないということで。さあ、じゃあ、次の日行きましょう。行きましょう。いや、でも不満が増えちゃってんだよな。96万。売り上げ96万です。うん。まあ大体でもアベレージ100万ぐらいは叩き出せるようになったのは大きいね。
いやでもあの時の180万っていうのはね、多分そのやっぱ EX のフラッシュがあったからそこまでいってるので、そういうの出さなくても他の商品でいけるようになりたいな。はい、ショップレベルも上げたいし。うわっ、うわっ、リスポの EX フラッシュでかいでかいでかい。まあ、10万以上で売れますからね、あれは。いや、でかっ、嬉しい。うん、引きいいね。昨日から引きはいいんだよな、パックの。フルアートフラッシュも出てるし、 EX フラッシュもかなり出てるし、まあその分パックを向く数がね異常っていうのもあるんですけど、多分意味わかんないぐらい向いてると思う、本当に。みんなが考えてる以上に意味わかんない数向いてますね。さあ、ウィスポウィスポウィスポ好きなんだよな、デザイン本当に好き。ね、この辺並べとこうか。まあ、割と高いカード。うん。はい、で、豚。豚はまあ、そんな高くしなくていいか。市場価格 10% 売る。うん。まあ、結構でもな、1万いかないけど、割と高いカードあるな、まだ。デスティニーパックも相当向いたんで、昨日。うん、割かしある。そして汚い。汚いです。この辺もちょっと向いちゃおうかな。久しぶりだね、エピックパック。エピックパック、ドリルセロスとか当たるパックなんでね。やっぱ、ドリルセロスのフルアートフラッシュ欲しいよ。来いよ、ドリルセロス。来い。来ないね。グリッツォ、なんか懐かしい。本当に最近さ、伝説のカードパック、まあほぼ無垢パックがね、伝説のカードパックなんですよ。だからね、懐かしいメンバーだなっていう。ちょっと新鮮味があるんだよね、他のパック向くと。いやだからカードの種類増えるのすげえ期待してんだよな。書いてあったんでね、ロードマップに。カードの種類が増えるって。どんなのが増えんだろう、ほんと。エピックカードパック、これまあ、EX とか当たったらまあそこそこ高いはずなんでね。当てたいですね。当てたいですよ。陳列間に合ってるかな、彼は。いやちょっと次回さ、やっぱ雇おう、もう一人雇いたいと思う、その陳列の方を、並べる人をね。なんかね、どうもちょっと遅いよな。ちょっと遅いなっていうのを感じるので、やっぱ頑張ってくれてるんだけれども、もうちょい早かったらもっといいなっていうね。
なので雇いたいと思います。決心した。いやもう正直2人でやっていこうかなって思ってたんだよ。もうキャシュ君とコール君がいればね、なんとかなるっしょって思ってたけど、やっぱ自分がねパック全然向けねえっていう、そういう感じになるんで。まだ売れてないわ。これ買ってください。どうですか、買ってください。あとはぬいぐるみが全然売れてない。うん、この辺なんか売れなくなったね。なんで？オリパー全然売れなくなったな。オリパーどうですか？はい。そしてその隙に自分はパックを開封したいなと思います。レアな運命の箱。4つ。4つ注文します。もう外で向いちゃおうかな、もう。ここで向いちゃえ。うん。いらっしゃいませー。客の呼び込みです。パックを向きながら客の呼び込み。もうね。もう何しても、恥ずかしくもなんともないですよ。うん。いらっしゃいませー。通報されちゃうかもしれないけど。そろそろあれかな。いや、でもまだか。いやまあやっぱ向いてるとオリパ作れるようになるかなっていうあるんですけど、まあまだまだですね。フルアートフラッシュ怖い。でもやっぱねゴーストフラッシュ当てたいよな。みんないいな。ゴーストフラッシュになると100万超えてくるんで価値が一気に。相当よ。普通のゴーストでさえなかなか当たらないんで、それのフラッシュってなると意味わかんない確率だと思う。ほんと EXEX もうねちょっとやっぱ強い刺激を知りすぎてさ、割ともうフルアートフラッシュとかももう5枚当ててね、 EX フラッシュも結構当ててきてさ、結構ね強い刺激を知りすぎてね、 EX とかだとちょっとね、リアクションがなくなっちゃってるんだよね。お、EX!EX フラッシュ!EX フラッシュ当たった。でも、ちょっと安いな、なんか、こいつ。萌え火星。うん。萌え火星。萌え火星、ちょっと安くない？ EX フラッシュは、強い刺激。強い刺激です。でね、もう EX とか、また普通のフルアートですよね。その辺が出てもなんかあれよな、外でパック向いてて大きい声出してるおじさんいたらやだよな。危ないな。ここで向いてたらそれがお客様のこの何不満につながってしまうかもしれない。うん、でも心なしか今日はさ、お客さんいっぱい入ってる気がしない？客呼び込みの効果出てんじゃないこれ。ね。いや、なんかフルアートフラッシュ当ててさ、それサムネにして動画出したいよ、自分も。フルアートフラッシュ。ません。まあでもね、なんだかんだこの今日の動画内で EX フラッシュを2枚当ててるので運はいいですよね。うん、引きはいい。引きはねめちゃくちゃいい。いいはずなんだけど、でもやっぱりもっと上があるのを知ってるので、もっと上を目指してしまう。それが男。いや、日も暮れてきたな。一日中パックを剥き続けて、外でパックを剥き続けて、
お客様を呼び込む男。でもこう見てるとさ、お客さん結構入ってるよな。なかなかないよ、こんな。うわっ！ゴールドか。あー、ゴールドか。うん。ゴールドねー。EX。はい。最初の頃やっぱ1000以上のカードが出ただけで嬉しかったけど、まあ今も嬉しいけどさ、嬉しいけど驚きはまあ少なくなったよね。まあさっきの売るか。萌え火星、邦画の化身、邦画の化身売ります。そして 20%？ うん、いや、あんまり売れてないのか、それとも並べているのか、どうだ。コール君が並べてるって可能性もあるんで、在庫があるんで、その辺判断できない。うんどうなんでしょうか、真相やいかに。いやー、でもこんな速度で並べられない気がするな。売れてない気がする。正解は売れてないな、そんな気がしてますいやでも見た目いいからさ、いいよこの売り場は、継続しよう。うん、やっぱカードゲーマーオタクすぎる人が集まっちゃうと、やっぱね、こんなぬいぐるみに使うんだったら強いシングル買うわっていう、そういう思考になっちゃうからさ、ちょっとあれなんだろうね、思っているより伸びないんだろうな。結構うちは硬派なカードゲーマーがね多いんで、カードゲームオタクがね。うん、はい、ここら辺は上げていきます。どう、在庫でもルナイトなくなっ、あーでもルナイトなくなってるわ。いや、並べてるな、多分コール君並べてるわ、並べてくれてる。この辺とかなくなってるもんね。うんうんうん、いい並べてくれてるわ、ありがとう。普通に多分売れてる、これは売れてると見て大丈夫だと思います。さすがにね、外で剥くと逮捕されちゃいそうなので、自分は中に戻ります。でこの辺ですね、この辺並べて、いやもう次回の目標決めた。新しい社員を雇う、従業員を雇う。コール君の、いやコール君ができないって言ってるわけじゃない。うんね、いやだからクビにしないよね、クビにしないから、そんな目しないでくれよね、無視しないで、クビにしないって言ってるじゃん、クビにしないからさね。コール君にはこれからも働き続けてもらう必要なんだ、君はね、分かってくれよ。そうやって無視しないでくれよ、目を見て話してくれな。コール目見てくれ、そうだよな。まあ、これからも働いてもらうし、ただね、店が広がったんで新しい人を雇うっていうだけだからね。うん、よろしくね。はい、うん、魂の会話をしました今。はい、さあ、いやボックスありがとうございます。3ボックス売れるだけで2万1900円、いいですね、いいですね。あれ、そう、これね、あの Q ってあの動かすボタンがあるじゃないですか、物を移動させるボタンね。いやコール君とさ魂の会話したから、コール君がさいつもすぐ帰っちゃうのに今日まだ働いてんだけど、ん、なんか言ってたな、なんかありませんかみたいに言ってた。
となんか変わったのかな、心境が。心境の変化があったのかもしれない。珍しくない？ね、この時間までいるの珍しいよね。残業代出すよ。一緒にじゃあラーメン屋行こう。この後。うん。締めの作業終わったら、今日ラーメン屋行こう、一緒に。ね。え？そんな。いや、マジかよ。残業してる。残業してる人初めて見た。このゲームで。覚醒したの。今のあの、自分の熱いさ、魂の会話で。で、残業してるわ。そんなでも、いいよ。じゃあね、閉めたらラーメン屋行く、一緒に。ご飯食べ行こう。ね。よし。じゃ行こうか。え？まだ？まだ終わってませんって。おい、どんな、急にどうしたんだよ。仕事熱心になっちまって。どうしちゃったんだよ。これ何本当に。なんで？なんでだろう。なんでコール君ずっと働いてんだろう。まあ、コール君がやるっていうんだったら、コール君が帰るまで自分は店にいるわ。いや、でも300万普通にオーバーしてるので、安心ですね。わ、ラックス。ラックス。ラックスのフルアートフラッシュなんかも、かっこよさそう。ウィスポ！ウィスポのフルアートブラッシュ欲しいな。ね、ウィスポのフルアートブラッシュ絶対良くない？いや、当てて飾りたい。ウィスポのフルアートブラッシュ。頼む。アンジェス。アンジェス。もう一日営業したら今日は終わりたいなと思います。はい、もう一日でも品揃えもだいぶ良くしてさ、いい感じだと思うんだけどね。あれあれ、帰っちゃった。え、一緒にラーメン屋行こうって言ってたのに帰っちゃった。どこ行った。残業でね、並べてくれてんのはありがたいな。いや、もしかしたら普通に無視されて一緒に行くの嫌だったんかな。うん、クビにしないよって、これからも君が必要なんだっていうね、熱い言葉に応えてさ、うん、やっと心を通わせることができたのかなっていうふうに思ってたんですけど、そういうわけじゃないのかな。いや、ほんと必要だから。冗談抜きで。EX。で、割といろんなところでね、コール君は無能っていうふうに言われてるっていう噂を聞いたんですけど、そんなことはないよ。こんな、だってずっと働いてくれてんだから。なあ。え、まだやんの？まだある？あ、それね。それ自分が残したやつ。本当にもう全部やるじゃん、今日。全部やるじゃん。ありがとう。ありがとう。ありがとう。第2弾カード、ボックスがね、もうないわ。まだ並べる？いや、まあ彼が帰るまでは自分も帰れないんでね。いいな、こうやって2人で働くのも。まあ大体お客さんが来てからじゃん、やっぱコール君がさ出勤するのって。たまにはいいね、こうやって男二人で働いてね。
やっぱ初めの社員だからさ、なんだかの付き合い長いから、体験版の時からやっぱ一緒にやってたんで、体験版の時なんかはね、まだ学生じゃなかったんよね。芸術大学に行くためにお金を、貯めたいですっていう風に言ってて、能力もどっちも弱いだったんですよ。並べる能力もレジの能力も弱かったんだよね。なんだけどこの製品版になって芸術大学卒業しましたみたいに書いてあったんで、そして陳列の能力だけね一段階上がってましたので、まあ成長を感じるよね。やっぱそこは嬉しい。やっぱコールなんだよ。体験版の時からいたコールなんだよな。あ、ちょっとどうしよう次の日行きたい、次の日行きたいけど、次の日行きたいけど、行きたいけども、まあ行こう。いやもうやめよう。うん、今日はやめよう。あんまりね、まあ明日でいいよ、残りは。コルくん、それとも新しい人が入ってくるの嫌なんかな。ね、自分一人でできますよって言って、新しい人なんていらないですよっていう、そういう意思の表れなんですかね。まあ、やめよう、一旦。ね、また明日もあるしね。ラーメン屋行こう。ラーメン食べ行こう。さあ、レアカードが来ません。キャッシュ君も一緒に行きたかったけどね。まあ、一旦ここで、ね、また明日やろ。じゃあ、閉めます。はい、お客様の数はでも増えてますね。113人。で、ただ、売り上げがね、まあ、売り上げアベレージが多分ね、80万ぐらいなんだろうな。いや、でもこんだけ綺麗に並べてくれたよ、彼は。素晴らしい。素晴らしいよ。素晴らしいですよ。成長してる。コールも成長してるんだよ。自分も成長しなきゃなって。ね。いや、何度も言いますけど、このゲームは、ゲーム実況じゃないですから。ね。ドキュメンタリーですから。人間ドラマの動画なんで、そこはね、勘違いしないでください。はい。このカードショップゼウスが、ま、世界で一番のカードショップになるまでのね、ドキュメンタリーですから。あ、この辺価格つけてないね。ま、10% でいいです。割とこの辺はお得に買えるようにしておきます。コルクもおはよう。さっき臭い人入ってきたよな。神様とても最高です。ちょっと自分はもうなくなっちゃったやつを発注しましょう。ルナイトがなくなっちゃってますね。やっぱこれはね、コール君が並べててくれたんだな。ルナイトなくなって、ルナイトなくなって、あとはあいつもいないわ。ノクティも、ノクティもナノマイトももう一個発注して大丈夫と。で、そしてコレクションブック、こいつも発注しておきましょう。はい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 。さあ、はいはい。売れてんかな、ルナイト。ね。実際。でも自分だったら買いたい、こいつは。普通に出来がいいと思う。いいと思わない？みんな。で、自分はこれ、テラモンデスティニーの、オリバを作ると。よし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 。
まあこの日が終わったら今日は終わるんですが、まあでもよ、いいね。最高売上も達成できましたし、まあお店の広さっていうのも広げられましたし、まああとはちょっと録画になっちゃうんですけど、ルナイトのね、フルアートフラッシュ、まあそこもお見せできたんで、まあ、まあまあまあ、いろいろあったかなと。まああとはその、魂の会話ね。コール君との魂の会話。まあそこもやっぱり、大きかったなっていうね。あんなに熱いコール君は、まあ正直ちょっと、あんまやる気ないのかなみたいに思ってたんで、なんか浮いてないさっきから。浮いてなかった。怖い。やる気ないのかなって思ってたんですけど、ちょっと気持ちが変わったみたいで、はい。いや、なんか真剣に自分の気持ちを伝えて、ね、答えてくれて嬉しいです。はい。そんな、まあ、成長ドラマですね。成長の回でした。なんか浮いてんだよ、時々。時々浮いてんのは何なんだよ。どんどん自慢棚に、ああ、はまっちゃった。どんどん棚にぶっこんでいく。それをコール君が並べていくと。見事な連携。ねえ、これ買ってよ。これ買ってよ。いい加減買ってよ。ねえ。なんで買ってくんないんですか、それ。ちょっとやん、もう。で、支流のプレイマットがね、やっぱ売れてるので、売れる。これはもう一個発注して、並べちゃいましょう。まあ今日はそんなに高額カードもないから、まあまた80万ぐらいだろうな。でも逆に考えたらさ、高額カードなくて80万売り上げが出てたら、相当いいよね。相当すごいよね。はい、シングル並べます。この辺、まだね、ラベルつけてない。価格つけてないカードなんで、ちょっとまあ、やることが多いですけども。はいはいはい。まあ、お求めやすい価格で提供させていただきます。どんどん買っていってください。まあ、安いっつっても高いけどな。さすがに3000円超えてるカードはちょい高いなってなるよね。いやー、この売り場がいいわ。あ、さあ、ドリルセロスが、先になくなったということで、まあ、ただ発注とかもろもろめんどくさいので、クライを買います。ドリルセロスを買うんじゃないですね。クライを買ってクライを並べます。なんか飛んでるよね、さっきから。え？何今の？え？お化け？なんかさっきから飛んでるよな。ちょいちょいさ、段ボールが飛んでるなっていう。え、何？怖いんだけど。ほら。え？なんだよそれ。怖えよ。あんまそういうの求めてないんだよ。ドキュメンタリーなんだから。SF のこのね、感じじゃないんだからさ。外でそれ、段ボールやめてくれよ、その。本当に。なんだよそれ。なんだよ、お前。捕まえられないしね。あ、なにこれ、本当に。
どういうこと？どういうこと？ねえ、なんなんだよ。なんなんだよ。やめてよ。めんどくさいよ、もう。仕事の邪魔。はい、パックもいきます。よし。いや、また、でもね。まあ、毎度のことなんですけど、シングルなくなっちゃったんで、またこれは残業配信ですね。残業して、パックを剥いて。うん。パックを剥いて、レアカードを集めておくと。EX ラッシュをね、たくさん当てておくっていうことをしましょう。うん。でももっと正直商品増やしたいな。ほんと品揃えではどこにも負けないっていう、うちに来ればもう何でもあるよっていうさ、そういう店にしたいなと思うんだよね。ねえ、入ってきたじゃん。ねえ、段ボールのお化け入ってきてるじゃん。なんなんだよ、本当に。ちょっとやめてよ。仕事の邪魔しないでよ。マジで、なんなんだよ、本当に。なんなんだよ、このバグ。意味わかんないよ。恨み。うわ、なんかめちゃくちゃ安くなってる、これ。めちゃくちゃ安くなってた。めちゃくちゃ安くなってるやん。いるわ、また。ねえ、何？本当に。なんなん？早くちょっと、うん、まあ再起動すれば多分なくなるんでしょうけど、うん、まあいいですわ。もうここでね、この営業日が終わったら終わりなので、今日はね。よし、まあ次回新人雇いましょう。新人雇う。新しい仲間。1,2,3。4人目の仲間ですね。ね、コールくん、フェイくん、そしてキャッシュくん、そして4人目。誰を仲間にするかだよな。だから本当にもう、陳列の作業がめちゃくちゃ早いっていう。まあ、スペシャリストを雇いたいなと思うんですけど、それに適した人材がいるかどうかだよね。ちょっとこの後見てみよう。営業時間終わったらね、見てみよう。いなくなった、あれ。いや、いるわ、また。あの謎段ボール。おい、やめろよ、それ。仕事じゃしないでくれよ。こっちは真剣に働いてんだよ。うん。こっちは真剣に働いてんのに。そういう邪魔しないでよ。はい、当たりません。来ないね。1万円以上のカード欲しい。とりあえず。ルナイトのフルアートフラッシュ当たった時に、その前になんかミノトスとかも当たってたんで、EX フラッシュとかも当たったんでね、流れが良かったんだよな、すごく。え、なんでこんなに出るのっていう流れから急に来たんで、そういう感じで行きたいね。止まらないよっていう。OKOK。うん。まあいい感じで、商品も出てるし、いいね。悪くないですよ。
いいな、やっぱルナイトいいな。光の当たる角度によってこれちょっと変わるのいいよね。かっこよくない？ルナイト、ルナイト記念セールでした今日は。はい、楽しんでいただけたでしょうか。まあ、いよいよもう閉店ということで、今日はどうすんだろう。あ、今日は帰るん？あ、そう、今日は帰るんだ。まあまあ別にね、まあ、そういうあれなんで、全然いいんですけど、なんか毎日もう残業するよ、残業スーパーやる気モードになったのかなと思ったんですけど、いや全然、まあ全然それでいいよ。そう、ちゃんと休んでくれ、ちゃんと休んで明日に備えてね、ちゃんとご飯を食べて、ちゃんと寝て。おっと、ウィスポー、あ、ウィスポーのフラッシュ EX フラッシュありがとうございます。最後に高いカード、いやいや、もう自分さ勝てないな。うわー、なんかまた邪魔しに来たわこいつ。もうお前何なんだよ本当に。いやもうね、多分キャッシュ君に勝てないな、勝てない。はい、ちょっとまあこれもう鬱陶しいんでもう終わりです。はい、では今回の動画はこの辺で終わります。またね、次の動画、そして生放送でお会いしましょう。またまあやるかは分かんないですけど、また残業配信やる可能性も割と高いので、はい、残業配信で、お会いしましょう。二人で。